お前のそういうとこ羨ましいな。付き合うっていうか取り残されてるだけって気がするけどな。おやじさん、コーヒーもう一杯。次の一杯は、そうですか。よろしくお願いします。それでね、この前の休みにお父さんがね、新作を作ってくれたんだ。なんだか長年研究してたらしいんだけど、私には特別にレシピを教えてくれるんだって。ということで、今度みんなにも作ってあげるから楽しみにしててね。高坂先輩のお父さんは高坂先輩にすっごく甘いんですね。ミカさんが上京したもんだから、ミキへの甘やかしが2倍になってるんだぜ。正直、外見とかけ離れてますよね。つっても、お袋さんの方は結構おっかねえけど。
一応バランスは取れてるんですね。まあ一応はな。良き理解者という感じで理想の親子関係ですよね。うちなんて。だよな。何せ七葉学園からこっちに転校するのを許してくれたんだし。許可しませんよね。私に姉か妹がいたとして、私もゆいちゃんのお父さんは優しいと思うよ。私のやりたいことなんてほとんどやらせてもらえません。転校するにあたり理不尽な条件も出されましたし、しないこと。それほとんどの学生が親から言われてません？ゆいちゃんは常に学年1位じゃないと七葉に戻すと言われてるの。それはまためちゃくちゃですね。つってもそれ実践してんだよな。
その条件一つだけならよかったんですが。は？つうことは他にも条件出されてたのかよ。はい、残る一つは。残る一つは不純異性交友は絶対に NG。 したら即感動だそうです。感動って今時リアルに口にする人いるんですね。とは言っても中手川の親父さんなら言ってもおかしくなさそうだな。感動ですよ。私の人権なんて完全無視です。父が母と健全な交際をした末の結婚なら私も引き下がります。しかしこれはことわざの部分はちょっとわからないけど、そこまで怒るってことは。及川先輩、今は授かり。父が言うには厳粛なる事実を踏まえての結果だそうですが、そんなの都合のいい言い訳だと思うんです。あはは、ゆいちゃん、紛れもないショットガンウェディングじゃないですか。それこそ不純異性婚。ショットガン？どうしてショットガンなの？それは男の人がショットガンみたいに。ショットガンというのはですね、かつては英語圏でも婚前交渉には寛容ではありませんでした。そんな時代に娘を妊娠させた相手に父親がショットガンを突きつけて責任を取るように迫ったところ。なるほど、そのシーン想像できるね。海外ドラマみたい。ショットガンってそういうことだ。てっきり